赤坂インターシティエアは、東京都港区赤坂一丁目の超高層、複合ビルである。2017年8月竣工、9月29日オープン。国際戦略総合特別区域のアジアヘッドクオーター特区や、特定都市再生緊急整備地域の東京都心、臨海地域内に位置する再開発事業。赤坂一丁目地区第一所市街地再開発事業。 により建設された超高層複合ビル。六本木通りと東京都道405号、外堀環状線が交わるため池交差点に近接する敷地に整備されたもので、2017年8月、春工、9月29日オープンした。所在地周辺には江戸時代にため池があった。周囲は緑豊かな地域だったが、ため池は明治時代に埋め立てられ、 緑も消えていった。今回の再開発組合に参加し、事業協力者として参加した新日鉄工和不動産は、緑と潤いを復活させたいと、高層棟を六本木通りに面した西側に寄せ、5000平方メートルに及ぶ緑地を作り出した。構築された緑地は、里山のようなものを目指し、南東側には緑道に沿って、ため池の歴史に由来する水辺空間を設けた。 敷地内には、高層棟のほか、南東側の緑地の中に店舗を点在させた。高層棟は地上38階、地下3階建て。地下1階から地上4階までがパブリックエリア、5階以上がオフィスエリアとし、オフィスのエントランスロビーをは2階に置いた。地下1階は、店舗モールで、サンクンガーデンを介して、地下鉄、ため池山農駅の連絡通路へと続いている。 サンクンガーデンには南側に2005年2月に先んじて竣工した赤坂インターシティの外装にテラコッタが使われたことからレンガや石器室タイルなどの土を感じさせる仕上げ材を多用している。3階4階にはハイグレードな会議室赤坂インターシティコンファレンスを設置。また南東側の5階から12階部分には倉庫数52個の高級賃貸住宅。 赤坂エアーレジデンスも設けた。日鉄工和不動産は赤坂インターシティエアを基幹ビルと位置づけ、2018年3月に本社を移転させている。2018年にグッドデザイン賞、2019年に b c s 賞をそれぞれ受賞した。インターシティとは都市を結ぶに由来する日鉄工和不動産の大規模複合型オフィスビルのフラッグシップブランドで、 赤坂インターシティエアーは、インターシティシリーズ5つ目のプロジェクトとなる。エアーは、事業コンセプトである、世界から選ばれる、国際都市東京の顔絵にふさわしい、緑化率50%以上の広大な緑地に囲まれた、誰もが住みやすく、働きやすい、居心地の良い街、緑豊かな街の雰囲気や空に伸びゆく建物を、イメージしている。また、 エアーは赤坂一丁目リデベロップメントの略称でもある。環状2号線からつながる港区道線14号線の沿道において敷地緑化、既存の緑地の保全、拡張、緑豊かな歩道上空地の設置などを地域が主体となって進め、駆道とその街路,路地と一体となった大規模な緑道空間を整備する構想。構想にのっとり、緑の歩行者道線で それぞれの街区をネットワーク化することで、来会社が街歩きを楽しみ、いえる街づくりを目指し、2009年に、日鉄工は不動産が主導のもと、日本設計、森ビル、三井不動産、都市再生機構などが参加して、赤坂、虎ノ門緑道整備推進協議会が発足した。敷地南側の約200メートルの街路樹空間は、これに基づき整備された。 ありがとうございます。